はい、こんにちは、カズボです。ドラゴンクエストモンスターズ2イルトルカの不思議な鍵 SP 続きやっていきたいと思います。今回ね、魔王のお城ですね。なんですけど、ちょっとね、配合とかもやりまして、メタルキングね、一応ガードつけましたね。防御でもいいんだけど、ガードしかなかったんで、防御持ってんのどっかで配合していなくなっちゃって、とだからね、まあなんか作りながら行ってもいいけどね。まあ、今回ね、そこに行くまでなんですよ。だ、まあ300種類ぐらいにはなんのかなと思うけどね。もうちょっとでね、まだ3分の1いってないんだよ。まあ全クリまでにはね、できないもんね。あ、ミミックいいんじゃん。あ、A ラン、あ、そっか、プラス値64か。だったらば、あ、モントナーにつけてもいいかな。これ多分もうこれで99になるよね。ね。最強モントナー。裁きの先行もいいよね。ビッグバン。勇気もあるので、どうすかな、攻撃アップと、勇気スキルつけて、最強モントナーいらねえよな、そう考えると。また最強モントナーがベホマラーが使えるのか。で、攻撃アップ2と勇気と勇気を外して、まあ、ここら辺かな。で、生まれてきたやつに、この裁きの先行、勇気、攻撃アップとかつけとけばいいので、待って待った、まだあったっけ？あるよな。まあ、レベル上げながらいくか。っていうのがね、だんだんレベル上がんなくなってきたので、ね、このプラス99作っとけばね、次の配合に使えるもんね。よし。ベホマラーもあったけど、一応回復をもう一個つけといたんでね、MP 上がったりしますんで。まあそういう感じですね。このアンドレアルとかもまた作っといてもいいかな。オスメスつくとか。ね、最強イオアンドデイン、現実 SP。まあだんだんこんなの連れていけばね、だいぶ違うけどね。よし、いいかな。とりあえずは、まあ、さっさと進まないとね、いけないのもあるから、ね。このベルザウも前回ね、出てきたもんね。ね、なんかにくっつけたら攻撃アップ3とかになるもんね。そしたらね。あ、大悪魔の書できちゃった。こんなの後で嫌なほど見ることになるから。よし、じゃあ行きますか。まあ今の作業は裏でやってもよかったんだけどね。はい、前回ね、ついた魔王の城行きます。まあ配合もね、まあできるものいっぱいあるけどね。あ、ここか。なんだっけ？デビルアーマー。フロートキラーも作ったもんね。なんだっけ？キラーマシンも歩いてましたしね。さて、攻撃アップも大事だし、まずベホマラーいりますよね。ビッグバンまで覚えちゃうか。あ、オールラプレスがあるのか。で、攻撃アップ2つければいいよね。あとはもう割り振っとけばいいと思います。よし、行こう。ここ後でも来れたもんね、デビルアーマーとかね。これ、亡者の執念がこれめんどくさい。だけど、オート戦闘の場合、いいよね。
関係ないから。で、ちょっと戦いながら行きますけど、あのモントナーがね、さすがにちょっと上げながら行きたいかなーってのはあるので、こうすればスイッチ切り替えていくんだよね。余計なの使わないようにしよう。ミラクルソード、ああ、まあここら辺はね、適当にセットしといて、このモロバ切りとか余計な本当に使うから、マダンテなんか使えたらたまったもんじゃないですね。よし。魔王の使い何もないっていうね。ボスか。ははこの先行くのは我々を倒してからにしてもらおう。まあ一応あのね、身代わりとかもね、ある感じなんでね。お、強いね、さすがに。ヘビの抜け殻、ヘビーメタル。え、我らを倒してからにしても何かあんのか。あ、これか。で、このバチバチが消えて、ね、ここもボスだよね。だからレベル上がったら回復するので、まあそれを考えながら攻略。ミミック色だね。ミミックか。あ、ミミックじゃない、小さなメダルだからね、これはね。まあ危なそうだったらね、ちょっとレベル上げてね、また戻ったりしますけどね。とりあえず攻略しないことにはどうしようもないので。え、これまた倒すなんてことないよね。じゃあね、戦いながら行きますんでよろしくお願いします。おおおおお、これちょっと待って、ちょっと待って、あーあ、うんーとね、デスマドモアゼル、これいいんだ。へえ、骨付きやってみっか。 M か、こんなん完全追加モンスターだもんね。お、30からのスタート。いいね。十分入る確率はありますね。あ、マジか。骨付きもう一個使って。30スタート。でもう一個使えば60スタートか。こんなん入れといてもいいからね、全然ね。骨付き2個。燻製使おう。もったいね。
はい、M サイズ。これなんなん？ダークビューティーとか使えるのかな？だよね。ダークビューティー、攻撃力アップ。前もあったもんね、それね。どっちから来たんだ？下に行って、左行ってみっか。で、レベル上がって、二軸弱回復したら、またデスマイストロ捕まえたりしようか。ね。もうあんま上がんなくなってきてるんで、もうこのまま行くしかない。あ、フライングデビル。これも作れんだけど、あ、なんかいいね。あ、そうだ、これと、配合でできるものがいる。今、魔王の使いもそうなんだけど、あ、なるほどね。ゴンズをね、どうにかしたいよね。っていうのが、まあ、それを使ってる理由もまたちょっとありましてね。ね、バイキルミンとかやっぱ買っといた方がいいよね。まあ、いや、とりあえずここをまず攻略しないといけないので。あ、骸骨剣士がいる。これって、これもこんなとこいたっけ？まあ、捕まえてないからね。捕まえていいかも。ね、こういうのはね、骨付き使ってもいいかな。ああ、やっぱり結構高いんだね、骸骨剣士って。OK。レベル32だから、こっちの二軸弱よりは高いんだね。二軸弱上がりづらいもんね。なんかバチバチしてない場所、まあ、ここコアトルだろ？ね。いたよね。あれも作りましたんで、いるの捨てたんで作ったんですけど。ゴンズなんかさ、使おうと思ってもなかなか ね、なんだろう、ドラクエ5のトラウマシリーズとかね、パーティー作ってみようとかじゃないと使わないもんね。で、デスマエストロでしょ？で、ここがバチバチバックンか。で、ぐるーって回っていく感じか。ね。おっと、それでここにマエストロいるんで、まあ、捕まえちゃおう、これ。前のね、パートでちょっと時間なかったんで、捕まえませんでしたけど、案外ね、捕まりそうで捕まんなかったからね。これで捕まんなくて、怒りってなってカットしたんだよ。OK。あとは戦いながら行こう。せめて30欲しいな、二軸弱。これでどこか行けるようになってるよね。コアトルのとこは、あ、行けないか。コアトルのとこと、じゃあこの骸骨の前が行けるようになってるのか。ね、で、またスイッチがあって、多分コアトルのとこ行けるんだろうから、こっちは、下は？まだ先か。何と何で何ができるみたいなね。それはもちろんあるんだけど、絶対これとこれじゃないとできないっていうね。なんか限定品みたいなのはね、なくなってきたからね。結構いろんな種類できるようにはなってるんで、まあリメイクなんでね。ゲームボーイと比べたらわかるんですけどね。あれはあれで面白いんだけどね。
ああ、なるほど。これでスイッチで消して、後ろの宝取って、で、あのコアトルのとこもあったよね。もう世界中の、これいけるようになってる？バチバチになってるような。あ、いけん、あ、いけねえか、やっぱり。あ、いけるわ。で、これでコアトル取るんだけど、まあ別にそんな無理にね、今持ってるから。ただ宝が欲しいだけであって。二軸弱ほんと上がんねえね。お、ドラゴンテール。これ装備できるね。あ、なんか弱いなと思った。装備してねえじゃん。ドラゴンスレイヤー。ドラゴンテールより強いの装備してんのか。これで全部回りました。まあ今の感じですね。まあノーカットでしたけどね。前のイルルカ 3D の時も同じような感じだったけど、あの結構ね、物取ったりいろいろカットしてましたもんね。だから前よりは分かりやすい動画にはなったんかなと思うけど、そこら辺考えたら。ただ一発もんってのがあるから、それ知らないでね、収録した後にね、あれどうやって行ったんだっけっていうのはね、昔ありましたけどね。あそこでデビルアーマー取るか。の暗黒の杖。そろそろ魔王とかも作、まあ作れんだけどね、作ろうと思えば、普通に。あ、バチバチ。バチバチが3つあんね。奥のとこと、待って、こっち側は、これも捕まえちゃっていいかな。なんかいろいろおまけついてきてるね。まだ元気玉もったいないからね。もうちょいで二軸弱上がんね、レベルね。今ぶっ壊したっけ自分で。ここに行って、ああ、デビルアーマーね。デビルアーマーは6にいましたね。で、フライングデビルが7にいたんですけどね。まあ一応やってたから、まあここまでは知ってる実況者ですよって意味でも、まあここでいましたねとは言ってんだけどね。もう結構強いから、いけんじゃねえかな。ね、レベル上がった。これで。もうこんなことしてたら勝手にレベル上がるんでね。で、ここに行けるようになってて、まあデビルアーマーに気をつけていけばいいんだけど、せっかくだから1匹ぐらい捕まえていこうかな。あ、これ、何これ？飾りなの？
あんたら飾りなの？ドラゴンの角。あ、この先に、あー、なるほど。これは、倒すよ。モジャの、あ、なんだっけ？モジャの執念。邪魔くさいから お、レア給仕服ね、取っといた方がいいよね、あんなのは。で、あの虎の村長さんに直してもらえばいいね。で、この黄色いのって、これか。黄色いのを押した瞬間に動くようになるとか？あんな紛らわしい飾り作んないでほしいよね。デビルアーマーの形したの。家の前に一体ぐらい欲しいよね。絶対誰も入ってこないよね。そうしたらね。で、わざと中に誰か入れとくん。そういうドッキリの動画出したら面白いかもね。あ、ついちゃった。ついちゃった。まあ、いけっかな。まあ、一回戻ってもいいけどね。我が名は無道、すべての魔物の頂点に立つ者。小さき者よ、よくぞここまで来た。まずは褒めて使わそう。さあ、集めてきた宝を見せるがいい。イルは無道に3つの宝をすべて見せた。うむ、間違いない。確かに指定した通りのものだ。よもや貴様のような子供がここに現れるとは思いもよらなかったが。よかろう、この光のオーブは貴様の好きにするがいい。ただし、すべては我を倒してからだがな。はい。さて、無道戦ですね。バイキルミンは使わなくていいか。いや。北条とかも特にね、なんもないので今。いかに何もついてないかだよね。もうあとアイテム買ったりして頑張ればいいかな。何のためにあれ入れたと思ってます？まだ大丈夫だけど、メタルキング。さっさと攻略したいからっていうね。よし。でね、二軸弱が燃料切れじゃないですか。だから、こうやればいいんだよ。ね。で、ここがね、身代わり使っとけばいいので。ちゃっかりしてるでしょ、自分。身代わり用意いつの間に作ってたんだって話だけどね。まあ、動画の最初に説明した通りなんで。ぐふぅ。なんということだ。この我がかような小さき者に。魔王様より仰せつかった大役を果たせぬとは、この無道一生の不覚。無、小さき者に何か言いたそうだな。な、我が魔王ではないのかだと？そんな恐れ多いこと言うな。我は魔王様より作られし存在。こうして最後の試練の役目を授かるのみ。あのお方は今もこの上に控え、宝を集める者を待っている。さあ、魔王様のもとへ行くがいい。我も光のオーブを持って共に行こう。よいか、あのお方は高潔で偉大なるをくれぐれも粗相ないようにな。だそうです。ここってもう、
来れないんだっけ？ここ行ったらもう着いちゃうか。あ、ルーラ、あー、ルーラ使えないのか。じゃあね、とりあえず今回ここで終わりたいと思います。まあ、どうしようかな。これでもいいかもね。一回泊まりたいなってのあるんだけどね。これ外まで行ったら出れっか、これ。あ、なんだ。ついに三つの伝説の宝を集め、光の王を手にする者が現れたか。それがまさかこんな子供だとはただただ驚くばかりよ。まだ捕まえてないのもいいけどね。どこへ行く小さきので、早く魔王様の予定を参るぞ。マジか。行くしかねえか。じゃあ行くか。じゃあ、ろくに用意してなかった。まあいいか。やっちゃうか、そこまで。はい、では行きます。行っちゃう。どうしようもできないんだったら。我が偉大なる魔王様、光のオーブの継承者をお連れしました。何？ムドちゃん、負けちゃったの？ん？そっか、違うんだよね、ゲームボーイ版とね、ここね。お前はいる。下でドンパチやってたのお前だったのか。はははは、どうだ、すげえだろ。魔王ってのは俺のことだったんだぜ。いやー、この世界に来るなり、俺ヘルコンドルにさらわれちまってよ。ほら、俺ってキラキラしてるだろ。それであいつの巣で途方に暮れったらよ。なんとびっくり、巣にあった宝箱に光のオーブが入ってるじゃねえか。でもよ、へその代わりにするには、こいつは小さすぎる。そこで俺は、オーブの力を使って魔王となり、みんなに宝を集めさせたってわけだ。でもまさかお前が宝を持ってくるとはな。今度こそ俺の勝ちだと思っていたのに。まあとりあえずその宝は持って帰って丸太のへそにはめてみようぜ。そうね、ここまでやってよかったもんね。話は聞かせてもらったぞ。なるほど、そういうことだったのか。なんだこいつ。幼きマスターを追う中で私も気になっていた。新たに君臨した魔王とは誰なのか。その正体が人間の子供とはなかなか面白い話ではないか。かつてのこの城の主、狭間の 王もさぞお喜びだったんだろう。だがお遊びはここまでだ。宝はすべてこちらに渡してもらおう。ふざけんな。苦労して手に入れたお宝を誰が渡すもんか。ならば力ずくで奪うまで。まずは貴様から血祭りにあげてやる。これ戦うんか。キャ、このスーツね、舐めるなって話だよね。恐竜スーツね、コドラスーツ。そこをどけ、幼きマスターよ。貴様の相手は後でゆっくり。なんだ。いけませんよ、ダークマスター君。短期は損期。いつも言ってるじゃないですか。申し訳ありません。はじめまして皆さん。私は狭間の王、ドーク。もう一度言いましょう。私は狭間の王、ドーク。さて人の子よ、私のいない間に随分と好き勝手やってくれたようですね。ですがそんなことを咎めるためにここに来たわけではありません。私はそこの魔物使いと一つ取引をしたいのです。実は私のコレクションの中にあなた方の求める丸太のへそがあります。私は部下を使い世界のありとあらゆる秘宝を集めてましてね。丸太のへそもその一つ。聞くところによると、あなたも異世界をめぐり、神秘の力を宿す3つの秘宝を集めたとか。そこで相談ですが、その海なりの鐘と破壊の鏡と大空の盾の3つを、私の持ってる丸太のへそと交換しませんか？はい。ははは、商談成立ですね。いいんかな、商談成立してさせたけど。ではこちらを受け取ってください。はい、狭間の鍵を受け取った。これ、いいえってやると思ったままいけんだっけ？丸太に戻り3つの秘宝って、あ、そうだ。どっちに大丈夫か。そちらの鍵で私の屋敷に来なさい。はい、ということで、天空終わりですね。おい、大丈夫か、イール。こんなやつと取引なんてしまって。あ、そうそう。この城を使った使用料としてこちらをもらっていきますね。
ああ、俺の光のオーブが。ファファファ、それではごきげんよう。また会えるのを楽しみに待ってますよ。さて、これで戻れんのか。ね。やっと俺も宝らしい宝を手に入れたと思ったのに、こんなことになるなんて。なんちゃって。母、見ろよこれ。こっちが本物の光のオブだぜ。あいつが持ってったのは偽物の方さ。ははははざまみろ。へへ、こいつは俺が初めて自分の力で手に入れた宝物だからな。こんなこともあろうかと、ムドちゃんには偽物のオーブを渡してたってわけ。ラッキーでも何でもいい。こいつを見つけた時は嬉しかったぜ。でもよ、これはお前にやるよ。宝を三つとも集めてきたわけだし、それに、俺が襲われそうになった時、いや、何でもねえ。とにかくお前にやるって決めたんだ。ありがたく受け取っておけ。王子の命令だ。あ、ここまでやってよかったね。カメハおじから光のオーブを受け取った。カメハいる。ワルボーダー。俺の声が聞こえるか。あ、やってよかった、本当に。話はここで聞いていた。なんだか大変なことになったな。とにかく、丸太に呼び戻すから二人ともじっくり、じっとしてるんだぞ。そうだよ。狭間の世界ってのがあるんだよ。ご苦労だったな、二人とも。とりあえず、丸太の力を分けてやる。いや、しかし、狭間の王、ドークとは、厄介な奴に目をつけられたもんだな。卑劣な魔王として名高いドークのことだ。あの取引も罠に違いない。だが、見ろ、草木がすっかり枯れちまってる。丸太に残された時間も、あとわずかだ。俺ももう長いことここにはいられない。こいつは賭けだが、ここはドークの誘いに乗ってみよう。いる、お前に海なりの鐘と破壊の鏡と大空の盾を託す。それらは持ってドークのいる狭間の世界へ行ってくれ。ちょっと強くしなくちゃいけないかな。だが出発は明日にしよう。お前も戦いの連続でヘトヘトだろうからな。家に帰ってここにゆっくり休んだらまたここに来てくれ。なんか大変なことになったけど頑張れよ、いる。俺も親父たちが心配してると思うからそろそろ部屋に戻るわ。じゃあな。はい。ということで、天空終わりました。あとはね、まあ本当にそうだね。いろいろ回ってもいいけどね。だからダークホビットもまだ作ってないしね。やることはいっぱいあるの。あと格闘場の鍵も取ってもいいだろうし。ね。次、はぐれメタル。もう遅いよ。格闘場の横ってお見合いできるかな？ちょっと結構時間経ってるんで、できなかったらそこで終わりますね。あ、できんね。ダゴンか。どうすかな？なんかいいのできそうだけど。あ、セトリ。あ、また大ウツボいれば。A ランクとか、ああ、そういうことか。何にしてもこれになるんだね。さて、どうしようかな。あ、デュラハンナイト。これあれだ。ドラクエ11だね。デュラハンってのはいたんだけど、このナイトの方は、11にしかいなかったからね。作っとくか。お、プリンス。プリンス風雷の剣技。あー、攻撃アップつけたいけど、しょうがないから。そんな贅沢言ってらんないわ。いいね。11パーティー。あ、それもいいね。デュラハンナイト。で、ここに78とかいるもんね。こんなに寝といても面白いかも。生まれた魔物がたくましい魔物に育つといいな。これってさ、やっぱ特殊だよね。雪国出身のエリートマスター、マスターの英才教育を受けて育ったんだ。
見聞を広めるつもりにマルタに留学に来たけど、この国にも子供マスターがいるとはね。ああ、異文化交流としようか。何合体するの？炎の戦士欲しいね。炎の戦士欲しいな。でも、ブリザードマン作っといてもいいかもね。B なのか、マムじゃなくてもいいのじゃん。ね。ブリザードマン作っといて、炎の戦士と配合であれできるよね。あれね。多分いいと思うけどね、これね。はい、すごい魔物が生まれに決まってる。ね。まあ、その先は自分でも作れるので、まだなんかあるか。やっちゃってもいいかもね。あ、変わんない。はい、ということで、今回断りたいと思います。じゃあ次回ね、またね、進んでいきますので、よろしくお願いします。よろしければ、グッドボタン、チャンネル登録、ツイッターなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。